はい、それではですね、今からオークヒルズの、定期購読の作成と管理、この使い方について説明をします。まずですね、新しく作るときには定期購読の作成というところですね、こちらをクリックしてください。画面が切り替わります。新規登録画面ですね。ここでですね、各項目、商品名から、決済完了メールの本文までを、記入していってください。ちょっと各入力項目を説明していきますので、私が事前にテストで作ったものを見ながら説明をしていきます。ですね、はい、まずですね、最初に入力するのが商品名ですね。ここはあなたが販売する商品名を記入してください。それからこれはサイクルごとの請求額ですね。はい、例えばそうですね、その次のですね、請求サイクル、それから何回で終了しますか、このあたりと関係してきますけれども、例えばそうですね、今1ヶ月になってましたので、1ヶ月に毎月1000円課金するサービスを提供すると、はい、まあ、何らかの商品を提供する、そういう時にはここのサイクルごとの請求額は1000と記入してください。で、請求サイクルは1で、こちらの選択のプルダウンメニューになってます。ここでですね、日か週、それか月、年間、この選択ができますので、1と入力して、か月間となってます。これで1ヶ月間、1ヶ月ごとに、要するに毎月ですね、毎月、ここで請求した金額、1000円が課金されると、そういう設定になっています。はい。例えばこれは1週間ごとにしたいときには、1週間とします。はい。あとは2と入れれば2週間ごとと。例えばそうですね。まあ1ヶ月とせずに30日とすることもできます。はい。まあ、このようにして請求サイクルと金額を決めてください。で、請求サイクルは何回で終了しますか。例えば3回支払った時点で完了とする場合には3と記入します。はい。で、0を記入すると無期限となりますので、キャンセル、定期購読のキャンセル、まあ、退会されるまで継続的に課金されるというふうになります。基本はここまでですね。はい。それでですね、お試し期間のオプションがあります。使用しないときには使用しないにチェックをしてください。お試し期間を使用しないときには、ここの次のですね、お試し期間に関する項目ですね、お試し期間の請求額と、それから、お試し期間、これはですね、記入しなくても大丈夫です。はい、お試し期間を使用するときには、使用するにチェックをします。そして、まずお試し期間の請求額、はい、0は無料ですね。お試し期間を決済したときにいくら課金するのかという、まあ、お試し期間中の金額なんですけれども、0は無料です。例えば100円で7日間お試しできますよというときには、100と記入していただいて、7日間とします。ここも日にち、週間、月間、年間と選択できるようになっています。それから次がですね、必須項目ですね。ここは決済完了ページの URL。ここは必ず入力するようにしてください。注文ありがとうございましたというような画面が出るページを事前に準備しておいてください。それから次はですね、決済完了メールの件名と決済完了メールの本文。はい。ここはテキストでですね、記入してください。まあ、URL などは入れてもらっても大丈夫です。はい。で、開業は自動的に反映されるようになっています。ここまでですね、記入したら保存してください。まあ、こちらの新規登録というボタンがありますので登録をしてください。はい、登録していくとですね、この一覧表のところにこのようにリストされます。で、編集と削除で管理することができます。で、編集のところをクリックしますと、はい、このように個別商品の注文リンクというのが出てきます。個別商品を注文してもらうときにはこのアドレスを使ってもらうことができます。この URL はですね、もうダイレクトに PayPal の決済に飛びますので、あなたのページからテキスト文字や、注文ボタンの画像などからリンクしてもらうことができます。それからですね、
複数の料金プランなどを作った場合ですね、料金プラン A、料金プラン B と、そうした時には、すべて、商品すべての注文リンクコードというのが、この定期購読の作成と管理を押した最初の画面のところの一覧表の上ですね、ここに載っています。このコードを使ってもらうことができます。このコードをコピーしていただいて、あなたのページのお好きなところに貼り付けてください。こんな風に貼り付けます。はい。そうするとですね、はい、このように登録されている商品の選択肢と、購入ボタンが出てきます。はい。はい。使い方は以上ですね。はい。ホークフィールズの定期購読の作成と管理の使用方法のチュートリアルを終了します。ありがとうございました。